シャイ、どうしていなかったの？助けに来てくれなかったの？テル、耳を貸すな。ヒーローなんて平等じゃない。私なんか助けてくれない。彼女は指輪の引き出した憎悪で混乱しているだけだ。耳を貸せば君が。違う、ちゃんと聞かなきゃダメなんだ。今の姿が心の奥を映すなら、あなたはずっと耐えてきたんだよね。助けてって言いたくても言えずに、そう願う自分を憎んで。私は確かに聞いたよ、助けてって声を。約束したよ、助けるって。小石川さん、あなたの中の憎しみ全部私にぶつけてくれていい。私もありったけの心で答えるから。一体何を。全部ヒーローが、あなたが助けるなんて簡単に言えない。何も知らないくせに助けを望む人間の気持ちなんて、助けなんていらない。誰にも頼っちゃいけない。どうしたんだ。大事なものは守れない。私には助けなんて。